西暦125年、ハドリアヌス統治カのローマ帝国後検定は、1世紀末から2世紀後期に在位したローマ帝国の5人の皇帝、またその在位した時代のこと。しばしば、ネルーアントニノス朝とも称される。共和制時代から続いてきた、領土拡大が一種の集大成を迎え、ローマ帝国始まって、以来の平和と繁栄が訪れた。 パクスロマーナと呼ばれる時代の一角をなす。ご検定は、その後継者に比較して恩恵な政策によって知られる。時期としては、紀元96年のドミティアヌスの死から、紀元180年のコンモドスの塔くらいに至る時期を、サシ、ネルア、トライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌスピウス、マルクス・アウレリウスの5人の皇帝が該当する。また、トライアヌスの統治時代が、 ローマ帝国の領土災害期だった。これらの所定のうち、マルクス・アウレリウスを除く4人は、世襲によらず、養子によって、後継者を指名した。このことで、ご検定は、実施や、血縁者を定位につけずに、元老院から最適忍者を養子に迎え定位につけた、と思われがちであるが、実際は、マルクス・アウレリウス以外は血を分けた息子に恵まれず、 養子を迎えざるを得なかったという単純な理由である。トラヤノスは、生前に、ハドリアノスを養子に迎えていたわけではなく、彼の死後、養子縁組を知らせる手紙を、皇后ポンペイア・プロティナが捏造したことによる、デッチ上げとの説が有力である。そのハドリアノスが迎えた養子アントニヌスピウスは、無能ではなかったにせよ、特に華々しい政治経歴を持っているわけではない。また、 当のアントニヌスピウスも、養子を自分の意思で決めたわけではなく、ハドリアノスの命令である。その養子であるマルクス・アウレリウス・トルキュース・ウェルスは、当時少年であり、元老院議員ですらない。さらに、ネルーアを除く4人は、直系の血縁者ではないものの親戚同士にあり、血縁者以外に定位を継がせたという説も、厳密には正確ではない。一般には検定という名称から、 この5人がローマ皇帝としての名君のベスト5であるかのように認識されることもある。そのような評価を与えた最初はルネサンス期の思想家のニッコロ・マキャベリである。さらに18世紀英国の歴史家、エドワード・ギボンはその評価を引き継ぎ、著書ローマ帝国水防止の中でこの時代を人類が最も幸福であった時代と評した。 ただし、ギボンは五検定以降の皇帝を国評しているものの、五検定が、ローマ皇帝のベスト5だと評しているわけではない。今日でも、ローマの平和の究極の到達点として広く、想起されるものの、ハドリアヌス帝の頃から古代ローマの領域は、拡大から、現状維持、縮小に転じており、最後の五検定であるマルクス・アウレリウス帝の時代あたりからは、 北方のゲルマン人侵入の激化という、ローマ帝国水防の兆しも始まっている。ネリューア、トライアヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウス。ありがとうございます。